愛良ラ市立新留小学校は、鹿児島県愛良ラ市加茂町白男にあった、公立小学校である。2007年3月22日、6年生3名が、卒業した時点で、在籍児童がいなくなったため休校。2020年9月1日付をもって、廃校となった。新留小学校は、楠田小学校新留文、教場として設立された。1901年に、 楠田小学校が火災で消失したため、翌年白男人城小学校として移転再建され、白男人城小学校新留め分教場となった。当時は学校が地域の端に偏在していて不便であったことから現在地に移転することになり、1909年6月に現在地に新校舎が完成し、9月30日に開校式が行われた。この時、 新富人上小学校として独立した。1941年4月新富国民学校となり、1945年3月に高等化を設置した。1947年4月加茂町立新富小学校となった。その後、2007年3月に最後の児童が卒業し、休校となっている。休校までの7日間を追った。 日立マクセルのドキュメンタリー CM が2007年3月31日にテレビ東京系ずっと宝物内で放映された。この CM は大きな反響を呼び全日本 CM 放送連盟主催の CM フェスティバル総務大臣賞 ACC グランプリを受賞した。休校時点で創立131年。ありがとうございます。